ここの桟橋からマリンアクティビティにお客さんは出かけます。まあ、あいいな、気持ちいい。はい。Yes。何もいい、アイランドハッピング。サパガカロンシェル、ワラパ、ワラパミングリーション。おお、バシンウニャ、ナア。バシン、その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 、ボホルパ。ウンダガン、ダガンカスタマー。Yes, sir. ありがとうございます。Salamat. Nido kung nido kami. Ah, oh, mayo. Oh, 誰か泳いでますね。この人は絶対観光客じゃないですね。魚を取ってるように見えます。実はね、まあ裏舞台見せちゃうようであれなんですけど、セブのホテルってですね、これプライベートビーチで仕切られてて、自分の敷地内をすごい綺麗にするんだけど、隣はですね、普通の民家だったりするんですよ。さっきのおじさん多分そこから出てきたと思うんですけど、こんな感じで同じ海なのに全然その区域によって区切りによって管理が違うという面白い感じになってますね。はい、ここはね、あの一番の目玉の海上レストランで、夜になったらね、本来ここで南国らしい夜を楽しむことができたんでしょうけど、今はクローズしてます。ここではこんな感じでライブバンドの演奏が本来行われる場所です。風が気持ちいい。お、魚釣り、魚釣り禁止です。これ釣りじゃなくて漁ですよね、これ。まあその辺のツッコミは置いといて、今は風がめちゃくちゃ気持ちいいです。ここでビールでも飲んで一日のんびりするの最高ですよ。なんか海見てるとセブに初めて来た頃のなんか原点に戻ったような気持ちになりましたね。たまにはこういう感じで心をリフレッシュするのも必要だなって改めて思いました。